周栄光は、香港の民主派政治活動家。香港大学文学部在籍時の2014年、香港学生連盟事務局長として天笠運動に参加、中心人物の一人とみなされた。2016年、香港大学で学士号取得後、2018年、英国 LSE で修士号取得。その後、米国カリフォルニア大学バークレー校で、地理学博士課程に在籍している。 2021年1月発行の期間し、女性フロー HK 編集委員会に参加、同年3月の海外在住香港人8名による2021香港役所にも参加した。2014年12月11日、今週で演説する州英校。香港では2017年の行政長官選挙から普通選挙が実施される予定だったが、香港政府は、 中国政府の意向を受け指名委員会の支持を得られない人物の立候補ができない制限選挙への変更を起とし、これに反対する香港大学の大、アカルテ副教授は民主派メンバーの陳建民、主要名とともに中間を選挙し普通選挙の実施を求めるデモを計画していた。2014年8月31日、中国全人大乗務委員会が民主派を 行政庁間選挙から排除する方針を正式決定したことを受け、タイは民主党や学生団体の学民市長と連携し、中間選挙デでも実施すると宣言。州ら香港学生連盟もこれに同調し、9月22日に5日間の授業ボイコットを実施し、香港各地の学生1万3000人を動員した抗議集会を香港中文大学で開催して、 全人代の決定撤回を求めた。9月26日、木野岸世紀らが区民市長とともに、香港政府庁舎前で座り込みを実施。これに対して、警官隊が催涙弾を発射するなど衝突が激化したことに伴い、9月28日に隊員によって、中間選挙デモの発動が宣言された。9月28日のデモ開始以降、州はデモ隊の中心人物として、 タイに代わり主導権を握るようになる。ただし、州はアカデミックなやり方を理解しているとして、タイには一定の敬意を示している。10月3日、ハリブリ営業政長官が香港学生連盟との会談を行うと表明する。これに対し、州は警官隊がデモ隊と反デモ隊との衝突を傍観していたことを理由に、会談を凍結していたが、10月5日には、 政府庁舎前の一部の封鎖を解除し、会談に向け環境整備を行う。しかし、香港政府は10月10日に、学生団体側に対話に向けた姿勢が見られないとして、会談を見送ると発表した。また、長期化する選挙デモによって、経済活動を阻害された市民との対立も深まり、市民との衝突も起きるようになり、州は選挙地域の再構築を支持する。 10月21日、香港政府の林帝月が政務市長と会談。州は普通選挙の実施を求めるが、林帝はデモの撤退と2017年以降の選挙制度再改正を待つようにと主張したため議論は平行線をたどり、会談は物別れに終わった。11月1日、選挙デモに参加する各団体の代表者と会談し、今後の対応を協議。州は、 直接北京に一期前人大の決定撤回を訴えると表明し、11月10日に、反助霊体全人大常務委員らに、李活協国務院員総理との対話の仲介を依頼した。州は、香港政府との会談決裂後も、選挙の継続を続ける方針を示すが、市民からの支持は低下し、7割近い市民がデモの即時、撤退を主張し始めたため、支持を得るための説得を支持する。 11月15日、ハンジ女が対話仲介を拒否したことを受け独自に対話を行うため北京に向かおうとするが、香港国際空港で身分証の執行を理由に登場を拒否され、北京行きを断念した。香港政府との会談決裂や、北京行きの失敗など、デモの長期化や政府から情報を引き出せなかったことから、修羅盟権派は次第に求心力を失いデモを制御できなくなっていった。 11月18日には、香港警察による、選挙地域のバリケードの強制撤去が始まり、翌19日には今週を選挙していた、急進派が、立法会ビルを選挙しようとし、警官隊と衝突し、逮捕者が出ている。11月30日、州は、求心力を維持するため求心派と同調し、香港政府庁舎の選挙を心を見るが、警官隊との衝突により失敗し、 多数の逮捕者、負傷者を出してしまう。12月3日、香港政府庁舎前での混乱を受け、デモ主催者のタイ、チンシュは警察に自首し、デモの撤収を呼びかけた。タイらの自首を受け、主は、デモの撤収を含めた、今後の対応を協議する。12月11日までの間に、警察の強制撤去により、主を含めた249人の参加者が逮捕されるが、 翌12日に州は保釈命令に基づき釈放された。12月15日に香港政府はデモの終結を宣言し、中間選挙は失敗に終わった。2015年1月7日、香港政府が行政長官普通選挙方法の諮問文書を発表し、民主派の立候補の可能性に言及した。立候補に必要な指名委員会の推薦を100人に、 することを検討し、2012年選挙の実績に基づいた場合、民主派の立候補も可能となるとしている。しかし、指名段階で過半数の支持が必要になるため、実質的に民主派の立候補は不可能として、民主党や香港学生連盟は反対しており、州は立法会での法案採決が行われる際に、再び抗議デモを行うと表明している。 諮問文書発表に先立つ1月5日、州は違法集会を組織した容疑で、香港警察から出頭要請を受け、18日に出頭し逮捕されるが、即日釈放された。2月15日、州の恩恵姿勢に反発する強硬派が、香港大学の香港学生連盟脱退を決定し、連盟における州の影響力は低下した。 香港では3ヶ月以上の禁錮刑を受けた場合、5年間、非選挙権が停止される。2016年7月21日、非合法集会に参加したとして、周栄光は、木の喫先、ラカンサトシと共に、有罪判決を受けたが、8月15日の1、新判決は、政治的な空気に基づいて抑止的な判決が、下されれば、被告らにとって不当となるとして、 中には執行猶予付き禁錮3週間、キトラには社会奉仕活動を命じた。検察はこれを不服として、上訴、翌2017年8月17日、高等法院は3人に禁錮6から8ヶ月を言い渡し、即日収監した。20日には実刑判決に抗議するデモが行われ、香港島中心部の幹線道路を終身法院まで更新した。 2018年2月6日、終身法院は、高等法院の判決を、著しく重いと指摘し、実刑判決を破棄した。ありがとうございます。